はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、明日ですね、セレボ情報が解禁されるんじゃないかなと思います。自分はね、てっきり11日からあの新ガチャが来るのかなと思っていたんですけれども、この新積む確率アップがなんと10日の金曜日までということで、まあ今日8日で、まあその前日木曜日、明日ですね、公式から情報が解禁されるんじゃないかなと思います。で、11日だと思ってた理由としては、この第2部のイベントですね。はい、こちらがですね、はい、11日からだったので、まあその関連でそうなってくるのかなと思ったんですけども、まさかのでございました。はい、ということで、新積むがね、まあホリデー系来ましたんで、もうここはね、もう復活するところがほぼ確定したのかなと思います。ということで、まあサンタチップとか、はい、あとこの辺はあれかな、ピックアップになっちゃうかな。あとはホリデー系のツム結構いるんですけども、やべ戻っちゃった。ホリデー系のツムね、割といるんですよ。ホリデーベイマックス、ホリデーなんだっけ、ここか、ホリデーベイマックス、ホリデーマリー、ホリデードナルドで、この辺自分全部スキルマックスじゃないんで、もう、マジでセレボできてほしい。そしたら完売します。はい、のでぜひね、お願いしたいなと思います。で、あとはまあ新積む関連だと美女と野獣、あとクレラーらへんになってくると思うんですけども、まあホリデー系になるのかなと思います。まあ一応セレボの予想に関しては、もうセレボ来るでしょうっていうのを2回外してるので予想はですね、もういいかな、もう多分大体分かってるでしょっていうところは、まあ皆さん分かってると思うので、まあとりあえず明日情報解禁されるかもしれないですよっていうところのね、まあ、情報として、まあ、今回は、動画にさせていただきました。はい。まあ、もしかしたらね、空白の一日っていうところもあるかもしれないんですけども、はい。というところになりますけれども、はい。またですね、情報が解禁されれば、動画で展開していきたいと思います。そして引くべきかどうかというところをね、考察しますので、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。三が日に向けてもね、ぜひ頑張ってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではバイ。